基本的に月曜日から金曜日の朝までは海の方にいますね。で金曜日から日曜日は東京で出ます。でも一番大きい理由はコロナでした。もともと東京を出て暮らしてみたいっていうのはあったんですけど、でなんかもう腹をくくったって感じですね。コロナの間はもうとりあえず外に出ようっていう。で子供もちょうど本当に一番よく遊ぶ頃だし、東京に行ってる間にいろんなものをインプットしていって、まあ、デザイナーをやっていたりとか、あの表現をする仕事をしているので、こっちに戻ってきて平日の間ゆっくりと自分のペースでアウトプットをしていくっていうので東京に出てますね。もともと東京に住んでた時はもう365日オンだったんですよ。この仕事ってオフを作りづらくって、まあ、曲を作るにしろデザインするにしろ何かしらずっと頭が動いてて、で何かをキャッチしてそれをこう自分の中に入れて作り出すっていう仕事なんで、なかなか難しいんですよ、オンとオフ。それがだん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 とこう蓄積されてってもう無理かもってなって、こっち引っ越してきた時にもう完全なるオンオフができるようになったので、すごい助かりますね。どっかしらでオンにはなってるけども、向こうにいた時よりは 60% ぐらいオフができてる感覚でいるので、すごいいいですね。だからやりたくない時は やらないです、仕事をそもそも生き物として生まれたことをちゃんと自覚できるようになること。東京で住んでた時あまりにも整頓されすぎて、いろんな街も道路も綺麗すぎちゃって泣く場所がないっていうか、自分の感情を無視して生きていて、でもなんか自然な場所でこうやっていたりすると動物として生まれていることをちゃんと自覚できて、喜怒哀楽の自分の感情っていうのに向き合えるようになったから、なんかふとした時に感動して泣いたりとか笑ったりとかムカついたりとか、で今はすごい生きてるって感じ。ちゃんと呼吸してなんか自分の意思で呼吸を繰り返せるから、自分の意思で生きてますってちゃんと思える。頃からあの美空ひばりさんが好きだったりとか、ちょっとみんなとズレはあったんですよ。でもそれを誰にも言わずに隠してきたけど、それを初めてこう大っぴらにそのメンバーの人たちに言った時に、みんながいいじゃんって言ったことがすごい大きな一つのきっかけでしたね。全部受け入れてくれたっていう大人の音楽の人たちがいたっていうのがすごい一番でかかったんですけど、まあ、なんかその大きいところで音楽をやってみて、合うか合わないか自分で決めたらいい、合わなかったら僕たちと音楽をやろうって言ってくれてたんですよ。で結婚して妊娠した時に時間ができたので始めました、チャーベさんと。初めは何にも考えてなかったです。
ただただ自分の好きな人たちと、まあ、カバーをやってたっていうのもあるんですけど、パーティーバンドとしていろんな場所に行ってうわーってやってじゃって言って帰ってくっていう大人の遊びから始めてたので、表現がどうのこうのっていうのではなかったんです。人様の歌を歌ってるから自分の思想だったり気持ちっていうものはそこに乗っけるのは失礼と思ってたので、一切 MC はせず、チャーベさんとか他のメンバーが喋っても私はただ歌うだけ、もうマネキンっていう状態。それがだんだんと自分の気持ちをお客さんに伝えたい、目の前にいる人たちに伝えたい、なんか会っていないけど私たちのことを知ってる人たちに伝えたいっていう気持ちが出てきた時に曲を作るようになって、そこから MC も喋るようになってっていうのがあったので、あるタイミングでバンドが意味を持ったんでしょうね。あ、色仕掛けっていうのが先に頭に降りてきて、なんか私の中では物語ができていて、お洋服のデザインっていうよりは秘密結社っていう色仕掛けのチームがいて、それぞれの女の子たちがまあ依頼があったら殺しに行くとかそういう調査をするとかいう子たちなんですけど、その子たちのプライベートのお洋服を作りたいと思って始めたのが色仕掛け。ハニートラップの色仕掛けっていう意味合いと色を仕掛けるっていう色仕掛けの意味、2つの意味合いがあって、なんかちょっとでも人が着て元気になるような色味を出していくっていうのを心がけてます。私ブランド始める前1年間パターンの学校に通ったんですよ。学校っていうほどでもないんですけど、その基礎っていう部分、どこにタックを入れる、タックの入れ方とか自分でパターンを弾けるように学校に行ったんですけど、なので全部デザインは自分で起こしてるんで、そこは結構自分のプライドとしてありますね。今までずっともう全部をヴィンテージで揃えてたんですよ。なんか最近ヴィンテージに囲まれすぎてると時が止まってるっていう感覚になってて、なんか自分の中で何かをまた一個変えたいなっていう気分だったので、自分のもともと持ってるアートのものだったりとか小物が入るように極力シンプルミニマルなものっていうのを選びました。すごくしっかりしてるし見た目もいいのに安いっていうのに結構びっくりしました。本当にびっくりした。なんか物に対しての価格がすごい安い。自分の気持ちのベースを作ってくれるものだと思ってます。なんかポップなもの、ポップな家具に囲まれると気持ちもハッピーになるし、静かな家具を置くと自分もリラックスしたりとか、こう静寂な時間を楽しめたりとか、なんかそういう感じで気持ちを持っていってくれるものかなと思ってます。もう迷ったらラグを引けって感じっていうぐらいラグ好きで結構何本も保管してるんですけど、やっぱり賃貸に住んでるとなかなか改造することは難しいじゃないですか。元のあった状態で返さなきゃいけないので、だから、まあ、とりあえずまずラグを引くラグを引いてしまえばおしゃれになると思ってますあとはもしフローリングのとこに住んでるんだったらフローリングの色味と家具を揃えてあげると統一感が出るので、基本的に大きなものを置くものはフローリングと同じ色にしたらいいと思います。
これは色仕掛けとは別で、今色仕掛けホームメイドっていう、もう完全に私が手作りしたものをなんか気が向いた時に作ってあげてる方の商品です。なんか 20% だけあの孤児の子たちの施設にお金が入るようにしてるんですけど、なんか本当に気が向いた時に作ってあげてって、それをみんなに買ってもらうって感じです。本当は手作りが一番お金がかかるんですよ。工場に任せて100個単位で作ったらもっとすごい安く出来上がるし、だけど自分の感覚的には自分で手作りしたものだから、こう儲けっていうものじゃなくて誰かにシェアしていきたいなっていう、もう自分のこれはもう完全になんか自分のストレス発散法なんで。私が使ってるビーズとかはこれだけプラスチック、あとはもうガラスと陶器と石と貝、一個一個ね形が違うんです。大きさも形も結構重いの。無理をしない暮らしかな。なんかあとは広くて安い物件を見つけることなんか広さってちょっと離れて安いところを探したりするだけでも、15分歩くだけでも変わったりする。でそうなってくると今度自分が家具を置いた時に空間に余白が出てきて、でその空間の中の余白っていうのは自分の中の余白と結構イコールで、私は無駄なスペースがあることによって自分の気持ちもちょっとだけそのスペースができるっていうか、だから、そういう暮らしが理想ですね。自分の思ってる自分の理想の広さの家に住むこと。